ラッドウィンプスのボーカルがお前と同じ想をツイートしたら大炎上したらなんかあれでしょうん。大谷翔平は、なんかすごいいい遺伝子を残すべきだみたいな。だよね。でも俺正直ファンの思想的にそうなっちゃうんだよ。だから偽タレントって規定期待されてさ、ダメになるじゃん。やっぱ思っちゃうしね。一郎に子供がいないのもったいねえなとかさ。 松井の子供は二人とも男で、これは楽しみだなとか思っちゃうじゃん。いや、思っちゃうよ、それいや、思わない。俺、今から楽しみだもん。田中正宏の子供は4000グラムあったな。よし、よくやった、里田前と思っちゃうのね。で、里田前の履歴書を調べて、経歴調べて、こいつお前、おめえ、中学校の時こいつテニスで全国大会行ってんじゃなきゃ、合格。思っちゃうんだよね。合格。本気でさ、 いや、やめなよとか言ってたら気持ち悪いけども、あれ多少、冗談でしょ、多分。あれは冗談でしょ。でもさ、ああいうさ、ちょっとさ、かっこいいやつが、俺みてなさ、へいらっしちゃいみたいな、うなちゃまみてえな、土壌すくいしながら言ってたらいいけどさ、あら、あらららららら、大谷翔平の子供は、4000グラムななななななみたいなこと言っちゃったら、それはさ、不安が起こるから、 怒らないどうも君の名はに乗せて言ってるんでしょそれダメなとこだよね。そこが炎上した理由だと思う。だって俺だって同じこと言ってんじゃん。俺はそうでしょ。俺野球大好きだからこれからもね10年20年じゃなくて俺が死ぬまで野球は行ってほしいから大谷翔平いいこと呼っでほしいなって思っちゃうもん。 何言うのバカしかない、もうバカじゃん、絶対。バカしかやってないっていうか、バカな部分が出ちゃわないツイッターって。匿名でやってるでしょ、みんな。あんなさ、悪いこと言ってるやつも、多分、ツイッターやってる時以外は、ちゃんと働いたりしてるんだぜ。バカな部分が出やすいじゃん。そんな真面目にやってるやついねえや真剣にツイートしてるやついねえと思う。<laughs> 俺とダルビッシュだけだな。<laughs> ダルビッシュは真剣だわ。ものすごいちゃんと気持ち表明してるな。俺とダルだけだな。対談しようぜ。ツイッター真剣やろう。ツイッターを真剣にやってる。まあアメリカ代表ダルビッシュ。日本代表俺で。あれぐらい真剣に。あと本田圭、ホンダケースキ。ホンダケースキ、この前めちゃくちゃ笑ったんだよな。 なんで、コロナにかかった人を、被害者にするんだよ。って言ってた。すごい、ン食ったこと言うから今、ホンダケスケ。俺すごいさ、なんで俺あいつのことあんな好きなんだろうね。ホンダケスケすごい良くないまっすぐじゃない俺まっすぐな男が好きなのかもしれない。ホンダケスケめっちゃいいやつっぽくないねえ。ブラジルインド今お前コロナ大丈夫かよ本田、ホンダ けーってこい今はおい大丈夫か急に心配になってきたわオランダとの契約残ってたけど監督辞めて切れてブラジルに行ったもう子供じゃんもうそういうとこが好きでも。